おはようございます。ワンゴツがニュースの時間でございます。今日はね、柴犬の購入ポイントが来ましたので放送しようかと思います。もちろん柴犬を買うも買わないも自由ですからね。私がこういうふうに決めてる、そのポイントが来たよってことなんでね、放送しました。また暗号通貨に確たる根拠っていうのは私は持っておりません。まあノリで買ってる部分が多いかなと思います。やっぱりね、情報を精査していくっていう部分では全くそういうのを考えずにやってるわけではありませんけども、最終的なところはそれは分からない部分ってありますからね。で、やっぱり予測不可能なこととか自分には判断つかないことも込みでやるのが、まあ投資だったりビジネスだったり、大げさに言ったら恋愛でも人生でも全部同じだと思いますよね。全部が分かってから行動する人ってそんな全部が分かるわけないし、それを時々刻々と物事は変化しますんでね。でそんなことやってったらあっという間に人生終わっちゃいますんで、ある程度は怪我を覚悟して前に進む、まあ、そんなね、決断力が必要なんじゃないかなと思いますね。まあこんなこと私がいちいち言わなくてもね、ご存知だと思いますけども。さあ、それで暗号通貨の価格チェックしていこうかと思います。まずはビットコインなんですけども62万ということで、だいぶ落ち着いてきたかなってところがありますね。600万は割らないんだけども、でももう650万とかはね、なんか随分見てないなって感覚だと思います。で、イーサリウムはそれに引き換えて、なんか順調に推移していって、もうね、15万とか20万の間で推移してた時期っていうのは随分懐かしいなと思いますけども、もうこの調子で30万割らないようなね、もっと言ったら35万割らないような勢いでイーサリアムが期待されてるのかなと思います。つまりね、ビットコインの次に ETF 承認が期待されてるのってイーサリアムなんですよ。だからそう考えていくと今のうちに仕込んでおこうかなっていうふうなバイアスが働くのもわかるかなってところです。はい、XRP がありまして、体のちょっともうちょっと値段上げてほしいなと思うところですけども、まあ今回は話題から外しておきましょう。はい、柴犬、だいたい20位前後をキープしている柴犬コインですけども、買い時ですよ。私の基準なら、いろんな理屈は差し置いて、0.0014 を割ったら買いで、0.0015 を上回ったら売りと。この繰り返しで柴犬コインっていうのは利益を得ることができるんじゃないかなと思います。ただね、取得単価がむちゃくちゃ安いんですよね。だから、はっきり言って柴犬コインで、じゃあ億万長者かっていうと、まあ、そんな話にはなりません。本当にね、ゲームのポイントを集めるような感覚がちょうどいいと思いますよ。だから暗号通貨でね、一攫千金を狙うとかね、確たる準備も人生も送ってない人が、ギャンブルみたいな一発逆転を狙うのは、私はあんまりね、進めないですね。例えば、ここに宝くじがあります。ね、宝くじ、最近、当選1等前後賞合わせて10億円らしいですね。先日初めて知りました。私、宝くじとは全く縁のない人生を送っていたんですけども、先日ね、住宅展示場に行ったら、そこの、なんかプレゼントでこれもらったんですよ。年末ジャンボ宝くじだから、お、高額当選するかもしれないって期待するでしょ。でももう当選発表があったやつですからね、当然これをプレゼントする会社の方も当選してるかどうかチェックしますよね。だからもらった時点で高額当選なんてしてるわけないんですけども、そんなこと知らない私はね、これで舞い上がってしまいました。300円です。まあ300円といえどもお金ですんでね、交換には行こうと思いますけどね。ただ交換のコストがバカバカしいですね、これね。車出してガソリン代払って時間を使って300円取りに行くわけですから、ちょっと悩んじゃいます。かといって、この宝くじの当選カードってのは、譲渡することって確かできなかったと思うんですよ。宝くじを代行で買いに行くっていうのも違法だったと思いますんでね。ですんで、これはそのまま廃棄になる可能性もあるかなってところですね。はい。それではね、今回の放送は以上のような形ですけども、柴犬の放送をするとね、柴犬に強い思いを抱いた方がいろんなことを教えてくれたりとか、知らないのに言うなっていうね、意見も届いたりしますけども、知らないけどもね、発信させてもらいますよ。これは私の自由ですから、気に入らないんだったら見に来ないでくださいと。ただそれだけなんですよ。ただしかしね、やっぱり、皆さんからいただいた提案とか苦言とかね、いいことも悪いことも全部込みで私の次の放送に生かせることは生かせると思いますんで、本当にまとめてありがとうございます。それでは今日の放送は以上です。